どうもプロボウラーのスターです。今日はですね、ハイスポーさんから新しく発売されましたストームのボウリングシューズを皆さんにレビューさせていただきたいなと思います。そして今回はもうすぐクリスマスということなので、クリスマスツリーの前からね、皆さんにお届けさせていただきたいなと思います。今回のクリスマスツリーなんですけども、なんとユーリが飾り付けしました。イエーイ、楽しかった？楽しかったよね。はい、なのでユーリにね、まずはねクリスマスプレゼントあげていきたいなと思います。僕買ってますけどもね。はい、じゃあユーリクリスマスプレゼントどう？ありがとうはって言ってもね、皆さんこのボウリングシューズ有利が履けるわけではありません。 23.5 センチから28センチまでだったと思います。間違えたらここにテロップ出したいと思います。はい、それではね、早速ね皆さんにお見せしたいなと思います。こんなボウリングシューズです。いやー、どうですか？もうなんかめちゃめちゃかっこいいですよね。今回ね、ものすごくデザイン性に優れてるんですよ。キラーン、これはかっこいい。あ、落ちちゃった今回真っ黒に赤ですよ。まさにね、これね、スラムダンクの湘北高校のカラーのようなんですよ。これめっちゃかっこいいですね。黒赤、素晴らしいですよね。で、今回のボウリングシューズはね、なんといってもこのかっこよさだけじゃないんですよ。もう機能性にも優れてるんですよね。ゆいちゃんすごいんだよ、このボウリングシューズ。してた？走り回って何も聞いてないですね楽しい楽しい楽しいですね。はい、私はレビュー続けたいなと思うんですけども、今回の機能性の一番の特徴がね、このダイヤル式っていうところなんですよね。ここのね、ボタンみたいなものがあるんですけども、これをね、まず外すとね、これゆるゆるになります。なのですごい履きやすい。そしてこれをね、締めます。履いたら締めてくるくる回すとね、しっかり締まっていくんですよ。これね、本当に簡単。私もね、先ほど履かせてもらったんですけど、めちゃくちゃ簡単です。もうこれ脱いだり履いたりするのってやっぱりね、ボウリングシューズでも結構大変だと思うんですけども、そういうところがもう一切苦労がなくなりました。でね、軽い。もうめちゃめちゃ軽いんですよ。なんかね、こういうしっかりしたボウリングシューズでちょっと重たいようなイメージあるじゃないですか。そういうものも一切ない。そしてね、柔らかいです。しかもですね、このかかとの部分、ここね、ヒールカップもしっかりしてますんで、かかとのズレも心配ないんですよ。そしてね、こういうところをね、僕すごく気に入ってるんですけど、これね、ちょっとね、指が入るようなね、輪っかがついてるんですよ。なのでこれね、引っ張りやすくて、これ履きやすい。これかかともね、しっかり持ったままこう履けるので、ここよくあるじゃないですか、履いてる時にね、ここかかとここ当たっちゃって、これ中に入っちゃう。まあそういう心配もね、こういう紐がついてるので全然ないんですよ。もう何にしても素晴らしいですよ。で、今回のボウリングシューズの特徴なんですけども、つま先の部分、こちらつま先というかね、これソールって言うんですけど、この部分はね、貼り替えることができます。で、1枚買ったらね、もう2000円か3000円ぐらいするこのね、パーツがもう1枚ついてます。で、今回かかとはね、貼り替えることができませんので、今回ね、初心者から中級者向けにおすすめかなと思います。で、上級者の方もね、もし履きたい方はね、まあ、かかとをそんなに気にされずにね、ソールだけをね、中心に変えられる方におすすめなんですよね。はい、ゆうちゃんもこのシューズ履いてみたいよね、本当はね。これかっこいい？かっこいいよね。かっこいいって言って。おお、言ってくれた。はい、ゆりゆりはね、靴よりもこのクリスマスツリーに夢中かわかんないですけどもね。はい、それではね、私ね、早速これを履いてみて投げてみたいなと思いますね。感想をね、お伝えしたいなと思います。その辺ご覧ください。どうぞ、ゆうちゃんどうぞ。はどうぞありがとう。はい、それではね、プロボアボーリングシューズ履いてみたいなと思います。めっちゃかっこいいですよ。ゆうちゃんかっこいいよね。かっこいい？かっこいいね。ありがとう。また言わしちゃった。心にもない。心にはあると思うよ。アイスクリームの方がいいよね、ユーリはね。それではね、早速靴履いていきたいなと思うんですけども、今回のボウリングシューズ、本当にね、脱いだり履いたりするのが本当に簡単なんですよ。これね、ダイヤル式になってるので、ここカチッと外しますよね。で、これがもうゆるゆるになってますんで、もう本当に簡単に履けます。はい、じゃあ履いてみますよ。いきますよ。はい。行きます。で、ここにね、紐がついてますんでね、こういうとこも本当にありがたい。スポッ、もうこれだけでね、本当に履けちゃうんですよ。でね、このダイヤルのボタンパチンと押します。で、くるくる回すだけ。これね、めっちゃ簡単ですよ。簡単かった。ゆり回してみて、これ回してみて、くる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 、そうそうそう、あ、逆かな逆かな、そう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 、あ、そうそう、いい感じ。一回回してくれた。イエーイ。これでもね、パーツがギュッてむちゃくちゃなことを言うな。もうそういうことを考えてるから、あのフェイスが出来上がっていくはい、じゃあね、反対側も履いていきましょう。いきますよ。これも本当に簡単。これもね、ダイヤルカチッと外してね、これもゆるになってますからね。はい、じゃあ履いてみます。簡単簡単、めちゃめちゃ簡単。よし、履けました。で、カチッと押します。じゃあゆうちゃん回してみて、回してみて、ほらゆうちゃん、これ回してみて、くる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 、ほら、赤ちゃんでもできるんですよ。めっちゃ良くないですか。ね、でね、微調整ができるっていうのがいいですね。今ね、ちょっと右側の方がね、きついような感じになってるんですけど、紐だったらなかなかね、こういう調整ってできないんですけども、簡単簡単。ちょっとね、締めたらもうこれでね、ギューッと締まっていくんでね、もう、あー、これフィット感も抜群ですし、あ、軽いし柔らかいし、違和感ほとんどない。いきなりこれ投げれそうなような感じしますよ。じゃあね、早速ですね、投げてみたいなと思います。ゆうちゃん投げていい？投げていい？
よっしゃ、投げるよ。それじゃあね、皆さん普通に投げれるかどうかご覧ください。そういうところも非常に大事ですよね。じゃあ一投投げてみますよ。それではね、早速投げてみたいなと思うんですけど、まずはね、滑り具合のチェックですよ。いきますよ。はい、これね、さっきもね、ちょっと滑ってみたんですけどもね、非常にね、いいから、ゆうりちゃん何してんの、向こう向いて、向こう向いて、見てって、見て、なっちゃった。はい、まあそんなところ、私のレビューが一切入ってこないかもわかんないですけどもね、滑ってみて本当にね、かかとを張り替えられないっていうのがね、正直ちょっと不安だったりもしたんですけども、全然違和感ありませんで、ちょうどいい滑り具合でしたね。でね、非常にこの履き心地もやっぱりいいので、なんかね、靴ってね、こう履き替えるとすごい違和感満載だったりするんですけど、そんなに違和感ありませんでしたね。もちろん多少ありましたけども、普通に全然投げれそうですからね。なので今から投げますから、これでね、一発でストライク出したらね、やっぱりこれ違和感ないんだ、普通に投げれるんだということを証明できると思いますんで。でね、今回湘北カラーですから、湘北の桜木花道が履いてるボーリングシューズの、ボーリングシューズじゃない、バスケットボールのシューズにね、そっくりですから。なので天才笹田がストライクをバチッと出したいなと思います。スラムダンクを知らない人は分かるのかな、天才笹田。いきますよ。はい、いろんな人からブーイング来るかも分かんないですけども、無視です、無視。アンポンタンって聞こえましたよ。はい、アンポンタンじゃないよ、天才だよ。はい、じゃあいきますよ。はい、どうでしょう、これいいでしょう、いいでしょう、ほら、もう来ましたよ。やっぱりね、これ見ました、皆さん、全然違和感ありそうな感じがしないでしょ。本当に全然余裕なんですよ。もうシューって感じですよ。バランスもしっかり保ってますしね、関係あるのかな。でもね、履いていきなりストライクが出るっていうのはなかなかないですからね、こんだけしっかり投げれるっていうのはね。はい、じゃあね、もう一回ストライク出してね、もう天才笹田とあるゆえんをね、皆さんに見せつけたいなと思いますんで。はい、今の格好で田んぼに立っとけ、ひどくないですか、かかしじゃないわ。じゃあ早速というか、バシッとね、もう一回ストライク出したいなと思います。はい、じゃあ行きますよ。はい、ビシッとフィニッシュも決まりました。どうだ。ダメだダメだ、これでは終われない、これでは終われない、もう一回テイクワンください。ストライクをバシッと決めてね、終わりたいなと思いますからね。天才ですから、大丈夫大丈夫。でもフィニッシュ乱れませんでしたもんね。もうすごく慣れたんですよ、いきなりね。こういうところは非常にいいことですよ。はい、じゃあ行きますよ。どう、はい、行ったでしょう、パチッと。あー、まあこんな感じでね、今日は終わりたいなと思う。こういうのの天才ですね。もうストライクで本当バシッと締めたかったんですけどね、まあこれはまあ笹田というところで、皆さんはね、ボーリングシューズに注目していただけたらいいかなと思います。本当にね、非常に履きやすくて、まあスタイリッシュ でダイヤル式でね、素晴らしいボーリングシューズで、初心者中級者の方にもおすすめですし、この感じだったら上級者でも全然いけるな。はい、皆さんその辺も参考にしていただけたらなと思います。それではね、今回もね、良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイ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 。とアイスクリーム。バイバイよ、ゆりちゃん。バイバイ。バイバイ、ありがとう。バイバイ。